カメレオンが色を変えるわけ。みんなこんにちは、カテナくんだよ。カメレオンって周りに合わせて色を変えちゃうよね。どうして自分の色を変えちゃうんだろう。今日はカメレオンさんにお話聞いてみるよ。やあ、僕はカメレオン。僕が住んでいるのは主にアフリカやマダガスカル島など木の上で生活しているよ。僕の特技は体の色を変えること。葉っぱの多いところでは緑色になるんだ。日向では明るい色になるし、日陰では黒っぽい色になったりもする。こうして周りの色とそっくりにして敵の目をごまかしたり、獲物に気づかれないようにして待ち伏せをするんだ。どうして変わるんだと思う？それはね、僕の体の中には体の色を作る元があって、光や温度の変化に合わせてそれを組み合わせているからなんだ。また気持ちでも色が変わるんだよ。怖さを感じたり怒ったりすると僕の色が濃くなるんだ。イカやタコ、アマガエルくんなんかも体の色を変えることができるみたいだね。カメレオンくん、どうもありがとう。本当にすごい特技だね。今日も見てくれてありがとう。君もチャンネル登録して生き物博士になってね。バイバーイ。